町田啓太、ご迷惑かけてたんだろうなと、最強のモテモテ伝説に平謝まり、現在放送中の大河ドラマ、青天をつけで新選組の副長、肘方と三を熱演する町田啓太さん、10日の朝一 NHK 総合のプレミアムトークに出演すると、追い立ちを振り返るシーンがありました。10日、現在放送中の大河ドラマ、 聖天をつけで肘方歳三役を演じている俳優、町田啓太さんが、朝一 NHK 総合のプレミアムトークに出演、町田さんの学生時代のエピソードに、博多大吉さんらが驚くシーンがありました。同番組が不定期で放送する特集、私の推しライフでも毎回、ファックスが大量に届くという町田さん。 そんな女性から圧倒的な人気のある町田さんの過去のモテモテエピソードをこの日、同番組は紹介しました。小学生時代から非常に背が高かったという町田さんは、当時の同級生よりも頭一つ二つ抜き立ており、一人だけ体格がいいことに、父兄さんじゃないの、と大吉さんらも苦笑い。さらに、町田さんは中学校を卒業する間際になると18、181センチまで成長。 その自身の成長ぶりに、みんなとの差がどんどん開いてきて、この成長の仕方って普通なのかな、と不安にはなりましたねと、恐怖心を感じたのだとか。ただ、中学生くらいでピタツと止まりまして、また最近ちょっとずつ伸びてるという、と、町田さんは最近再び成長しているのだそう。これには鈴木直子アナも、すごい、と言葉を失っていました。 181センチの身長が現在も伸び続けているという町田啓太さん。中学卒業後は航空学校に入学すると、芸術性のあるスポーツに魅力を感じてという理由からダンス部に配布、後にキャプテンを務めるまでに。しかし、このダンス部で町田さんは新たなモテモテエピソードを作ることに、放送では当時、ダンス部の顧問を担当していた町田さんの恩師が登場。 当時の町田さんについて、身長が高くて人さえ目立つ存在、ルックスもすごくかっこよかったと、高校時代から目立つ生徒だったことを明かしました。その上で、みんなが近づきたくても近づけないような、憧れを抱いている子もたくさんいたと、人気があったことも告白。さらに、ダンスの大会の時には、町田くんと同級生の子が、町田くん、今から入ります、って言って、 町田くんを囲んで VIP が入るみたいな感じで入場し、舞台に立った時、キャーキャーとそこで声が上がっていたとも、また大会終了後には、町田くんを囲んで私たちも助けられない状態と出待ちができるほどだったとも明かすと、町田さんはご迷惑かけてたんだろうなと、申し訳ない特徴を漏らしていました。これには番組を見ていた視聴者も、高身長、ルックスよし。 ダンス上水、ソリアモテマスは、これでもてなかったら周囲の人間がおかしい、モテ伝説とかいやみったらしい感じなのに、町田くんだとそうはならないの不思議だよね、などと、モテモテエピソードに頷く声が続出することに、芸能界に入る以前から、信じられないようなモテモテエピソードを作っていた町田さん。しかし、でも、よく天狗にならないですね。普通。 ダンス部のキャプテンで100人も出間違えたらすごいですよと、大吉さんは町田さんの謙虚な姿勢に賞賛を送っていました。